今回は言われたことしかやらずに居酒屋をクビになった。無能一致の話を紹介するよ。バイト5日目にクビになった。なんや。無能やな。5日目とか草。何したんだよ。バックレ？何のバイト？居酒屋。居酒屋は難易度高いからな。そうか？居酒屋にもよるよな。大学の近くの居酒屋や。学生バイトか。で？初日からミス続きで店長に、言われたことをやるだけなんだよ。なんでできないんだよ。余計なことはするな。って怒られたんや。それで言われたことだけをやったら、クビになったんを。言われたこと以外をやって怒られてたんか？最初はちょっと盛り付けが気になったんや。それで長時間、盛り付け直しとったら怒られた。それがさっきの余計なことをのやつな。忙しい時にそれされたら切れるかも。居酒屋で盛り付けに変にこだわってもな。もしかして一致ってお薬が必要な感じ？手帳持ちか。手帳？で、その後は？盛り付けにこだわるのは草。こだわりが強いんか。察し。居酒屋がダメならコンビニはどうや？コンビニの方がええかもな。今度はホールを任されたんやけど、言われた通りにしないとなと思って、そのまま配膳したら客にめちゃくちゃ叱られて、で、店長を呼ばれて、店長にクビだって言われたんを。そのまま配膳がダメなんか？それ一致が悪いん。間違えて配膳したとかか？配膳中になんか G がさらに乗っ取る気がしたんや。でも指示以外のことをするなって言われてたから、そのまま配膳したんを。ま？そやクビで当然。G は草。Y が客でも切れるわ。むしろよくいつかも持ったな。手帳取りに行ってこいよ。そのままニートしとけ。働くな。一致の働いてた居酒屋どこ？そこは絶対に行かないから教えてくれ。なんで G をそのまま届けるんだよ。お待たせしました。今回はトッピングに G を。草。逆に、されんかっただけよかったな。それは配膳しんやろ普通。そもそも G がおる居酒屋とか無理や。一致が混入させたって言われなくてよかったな。G がどうやって入ったか気になる。これは無能すぎやろ。一致は考えることができないのか？言われたことをやれって言われても、これはわかるやろ。釣り、だよな。G が入った皿を報告するのは余計なことやない。マジかよ。居酒屋行くのが怖くなった。そういえば昔、スープに虫が浮いとったことがあったが、一致みたいのが運んできたんやろか。G は無理や。なんでそのまま運ぶんだよ。運んだってことは一致は食べれるんだよな。確かに。食べれるから運んだんだよな。これクビにならん方がおかしいって。一致はどこなら働けるんや？わい、コンビニ店員。一致とは働けなさそう。工場やけどこっちもお断りや。一致と一緒に工場で働いたら怪我させられそう。まずは薬飲んだ方がいい。ADHD って言われたことない？ないからこれなんやろ。こういうのはバイトに来ないでほしい。余計なことをするなって言われたり、なんでそのまま運んだんやって叱られたり、わいはどうしたらよかったんや。わからんの？は？草。ダメだこの一致は。マジで薬飲んだ方がいいんじゃない？え？いや小学生でもわかるだろ。自分で考えろよ。本当にわからんとか言わんよな。が、G やろ。無能バイトの Y でもわかるぞ。普通 G は上に報告するんだよ。そしたら余計なことするなって、また怒られるやろ。バイト初日からそれで怒られたんやで。ケースバイケースなんだよ。やっぱり一致は家から出ない方がいい。こういうのなら生ポもらっても許せるかも。家から出るなってマジで。いつかもっとヤバいミスをやらかしそう。こういうのは悲惨だな。もう就職しない方がええんやないか？ G 入りの飯を本気で運ぼうと思ったの？誰がそんなん食べるんや。あ、マジレスダメやったか？考えただけで気持ち悪くなってきた。一致は G を食べるんか？くさ。いくら腹が減ってても G は無理や。首だけで済んでよかったな。自分の部下なら手が出そう。それで見てるだけなら笑えるが、実際にこんなが、G に遭遇したら。厨房の方がまともに働けそう。大学生でこれ？一致の大学は？もうバイトはやめとけって。また5日後に別のバイトをクビになったってすれ立てしてそうやな。すれ立て前に店長に謝罪してこいよ。なんでクビになったか理由がわからんとか草。化け物すぎるやろ。でも ADHD なんてこんなもんやで。そうなんか？お薬飲めば多少は行動がまともになるがな。ADHD 怖すぎるやろ。糖質とどっちがやばいんや？種類が違いすぎる。ADHD って治るの？薬で収まるだけやな。マジで笑った。画面の向こうだから笑えるが。逆やったら一致に皿ごと G を放り投げるわ。さすがに G は運ばんやろ。引き続き、仕事関連のスレを紹介するよ。YADHD 診断済み、初バイトで自分が、G だと気がつく。小さい頃に ADHD 診断されて今大学なんやけどあかん。ほんまに病気や。日常生活は薬なしでなんとかやれてたから、ADHD も工夫次第で克服できるわ。ガハハ。って感じでさ。普段はそんなに自分が病気とかだとは思わんかったけど、接客のバイトし始めてわかったわ。わいほんまにやばい。注意、衝動性がえげつない。どんだけ気をつけてても業務中は頭真っ白になってミスすんねん。常に脳内がパニックというか、一つ一つを完璧にやることが本当にできへん。性格とか努力とかとちゃう、ほんまに脳がおかしい。いきなりの長文引くやろ。ほんまにバイト帰り電車の中で泣きそうになったんや。さっきの話やけど。どうすんの？明日、以前かかってた担当医のとこ行って相談してみる。薬も処方してもらうわ。なるほど、名案だね。藁にもすがるなんとかや。バイトしたの初めてなのか？ ADHD じゃなくても初日ならテンパるやろ。初日とちゃうねん。もう今日で1ヶ月くらいとちゃうかな。全然できないわけとちゃうんやけど、一通りの流れが10やとしたら、そのうち6個か7個できて、残りがミス。それを毎日指摘されてるって感じや。何度言っても治らない、覚えないってさ。違うんや、覚えてるんやけどその時はパニックってできんのや。他にも ADHD マンおるか？なんか気をつけてることあるんご？情報交換しようや。あかんわい、ほんまに病気や。誰でも慣れないうちはミスもあるやろうけど、Y の場合それが常識の範囲内超えてるねん。最初優しかった周りの人も今は引いてるんご。こんな状態でどうやって感じよくできる？もう笑顔作る余裕もないんご。それ将来のための訓練や。やめろと言われるまで続けていいんやで。ほんまにその通りや。もう来るなって言われるまで石にかじりついてでもやるんご。お疲れやで。接客には向いてないのかもな。いろんなこと同時にするのが向いてへんのかなって。お疲れの一言でも嬉しいわ。3月。単純作業は ADHD よりもアスペ向けのイメージがあったが、多重課題で追い込まれて真っ白になるならあまり追い込まれない仕事がええな。スーパーのレジじゃなくて品出しとか、黒猫ヤマトの倉庫内作業とか？やっぱそうなんかな。普段の生活でやってる工夫はどんなことがあるんや？それらをバイトでも活かしたいところやな。約束事とか忘れたらいけないことは、必ずメモしてカレンダーにリマインダーつけてる。あとは時間守るために、かなり余裕持って行動したりさ。交通機関の場合は、ナビタイム入れて到着時間とか到着ルートめちゃくちゃ調べて、絶対に遅れないようにしてる。この2つくらいかな、少ないけど。でもそれで忘れ物と遅刻はよほどのことがない限りゼロにできたんを。よく工夫してて偉いと思う。それで生活の方はどうにかなってるんやな。でもバイト中に忙しくて追い詰められると処理が間に合わなくなってしまうんやね。そうそう、そうなんよ。今やってることが終わらないうちに次のことやるように言われたり、やることが一気に手元に来るともう脳がフリーズするねん。臨機応変な対応が求められる接客業を ADHD がやってどうすんねん。向き不向きってもんを考えろや。お前が人生辛くなってんのは ADHD のせいやなくてお前の字がバカなせいや。いやでもな、ずっとやりたかったんや。逆にこれでうまくやれるようになったらかなり自信つくと思わん？ Y も一番自分に向いてないって思ってたけど募集したんや。今の店は忙しいから大変みたいやな。もっとゆったりしたところで再出発したらどうや。初日でつまずいたくらいで一生台無しにでもなった？俺ちゃんはゲーム依存やから診断書プリーズ。店でもメモくらい取れるやろ。メモは取れるはずや。取るなって言われない限り。接客言うても色々な種類があると思うが、一致は何の店に勤めてるんや。お客さんの対応したり電話取ったり雑用したりとか、そういう仕事や。業種言わんくてすまんな。自分の作業してる最中にお客さん来てそれの対応するやん。それ終わったと思ったら別のすることやるように言われるやん。そしたら最初自分のやってた作業を完全に忘れてるやん。もうアホや。わいもや。緊張するとまともに思考できなくなるんやが同じやつおる？わいや、いっつも緊張しとる。向いてない業種は買ってよかったやん。言うて、待って言って、待ってくれる仕事とかないからな。どこも待ってくれへんよな。わいも ADHD なんかな。高校の時、委員の仕事するだけで緊張で首痙攣してた。でも緊張せずに雑談とかではハハハの状態になるとさ、その後の業務もはハハハの状態でしてしまうねん。それでミスするという、切り替えができへんのやろな。ただのバカだろ。やめたれ。ワイニートやけど教え方が下手くそな上司の下でバイト始めたら6時間で辞めたわ。無能腐れ社員は、でどうぞ。Y 字は言語性が130動作性90やったな。こりゃあかんわ、ぬわほな。これがな、最初から周りの人がカスやったらなんやこんなんしょうもない、やめたるわカスーってなるけど、最初みんなめちゃくちゃ親切やっただけにもうわいほんまつらい。挑戦してみようっていう気持ちは立派なことやけど、無理なもんは無理で不向きだから、もっと自分に合った仕事にしようと思ってもええんやで。そうしたからといって別に逃げではない。生きていく工夫の一環や。なんちゅうかほんまに悲しいんご。向き不向きって。人間は高等生物やから多少は生まれた時からそういうのはあるんやで。走り回ったり貧乏ゆすりしない分、一致は Y よりマシやと思うで。親切なのは表面だけで裏ではバカにされまくってるんだよな。悲しいな。裏でどんだけバカにされようがほんまにどうでもええ。中華みんなお互いに裏でバカにしまくってるけどな。生きていく工夫なんやろけど。ADHD やアスペじゃなくたって誰にでも向き不向きはあるやろ。せやけどもそのレベルを超えてるというか。普通の人が普通にできることが Y にはできないのがほんまに辛い。Y も図形が人外レベルでできんご。そんなレベルじゃないんだよ。テストで4点やぞ。そうやな。Y は発達のグレーゾーンなんじゃないかと思ってるんだけど、車の教習所に通ってた時は不出来すぎて泣きたくなったわ。普通にできるはずのことができないってのは悔しいもんや。もうネガティブ入りまくりやわい。こういうやつおるやろ。Y はエネルギーヴァンパイアって呼んでるわ。一緒におるだけで気がめいる延期やろう。Y は忘れ物よりも動き回ることのが問題やな。それに Y8 時間寝ても疲れ残るんやが。多分それ自律神経おかしくなってるんとちゃう？ ADHD って大変なんやな。引き続き、仕事関連のスレを紹介するよ。発達 Y、仕事でやばいくらいケアレスミスを繰り返し首寸前。車のキーを完全に切らなかった。壁際の土を掘っていて壁を傷つけ別の業者さんに壁の仕上げをやり直しさせてしまった。バックした時に後ろにあった木材に気づかずぶつけてしまう。道を覚えられず見当違いの方向へ。うっかりミスや忘れ物をしてしまう。もう、似てえよ。指差し故障よし。別に、なくても仕事辞めればいいだけだよ。もう笑うしかねえよ。俺ヤバすぎだろマジで。俺想像力が真面目に欠如しててヤバいわ。詳しく、具体的にどんな感じ？先のことが考えられないというか、具体的じゃないものの想像がつかない。数学全然できない。わけわからねえな。想像力があんまりない。頭痛くなる。俺はネットではそこそこコミュニケーション取れるが、リアルじゃなかなか伝える力が弱いわ。が、自枠のやつって首にしていいんだっけ？通常枠だぞ、あとバイトだし。前もすれ立てしてたやつ？取引先の植木にぶつけて上司に報告せずに問題になったみたいな。それは知らん？が、原会社では1日200回は怒鳴られてたわ。今の会社はジジイばかりだから言われはするけど割とのほほんとしてる。俺も社員優しいから怒鳴られはしないけど、相当ムカつかれてるのが分かって逆に辛い。健在やかなんかか。違うがそんな感じ。明らかに向いてなさそうだし人身から無事故になる前に、単純単調作業探した方がいいと思うけどな。二度目はないよって言われてほんと辛い。俺何してんねんマジで。この仕事向いてねえよ。前の仕事工場だったけど仕事覚えられず2ヶ月くらいでバックれたな。完全に発達だわ。誰か助けてくれ。と今落ち着いて確認していこうぜ。あれやったかなと後で思っても確認。作業遅れてもいいから確認。そうだな。多分会社の人からは完全に知的だと思われてると思う。俺生きてる価値あるんか？うちにいた発達は5分で終わる点検作業に20分かけてた。あとは朝決まった時間に30分トイレにこもってた。こいつのための仕事を作る仕事が本当にめんどくさかった。やめろ、俺はトイレは朝会社行く前に完全に済ませるし。まだ入って3週間目なんだよ。段取りもまだよくわかんねえよ。頑張ってそうだし悪いやつじゃなさそう。でも人命に関わるような事故を起こす前にそういう職場はやめた方が良さそう。ミスっても人的被害が出ない仕事した方がいいと思う。視力悪いのもあるかもしれん。ちなみに今まで一度も車運転しててぶつけたことないよ。そのうちそうで怖えよお前。あるかもしれん。普段は安全運転なんだが、会社の車運転するときはかなり飛ばすしな。とろいやつと思われたくなくて。自覚してても直せないもんなのか。大変やな。頭が完全に働いてない感じ。覚醒して。その仕事辞めて単純作業の職場で働いた方が君のためだよ。単純作業もできない。安全運転しようぜ。万が一事故起こしてからじゃ遅いだろ？そうだな。ちなみに2トンダンプとかも運転します。2トンダンプとかすごいよ。ぶつけたのは1回目とかだろ？次からぶつけないようにすればいい。1回目だけど、そこでしゃがんで作業してた人がいたらと思うとゾッとするわ。気をつけよう。焦るのをやめよう。先輩より早く発信しなきゃって思ってつい急いでしまったんだ。それが理解できてるなら大丈夫だよ。通院とかはしてる？してないな。もし合う薬もらえたら症状軽くなるかもしれないから行った方がいいと思う。ただしある程度信頼できる人から紹介してもらってね。信頼できる人なんかいない。友達もいないんだぞ。あとクソ田舎だからろくな医者もいないかもしれん。てかコンサータとかって処方に制限だかなんかかかったんだっけ？最近。それもきつそう。言いたいことはわかるけど、医者はピンキリで外れ引くとゲームオーバーになりかねないから、厳選はしてねってこと。発達ちゃんは冗談抜きで、刺身にタンポポ乗せる仕事しててほしい。なんで10段階の仕事を100まで細分化して手順書作らなきゃいけないんだ。うるせえ。段取り覚えれば俺だってできるわ。会社の人も色々忘れ物やうっかりミス繰り返してるしな。俺だけじゃない。俺早く辞めろとか思われてんのかな。会社が俺をクビにすることでなんかデメリットあんの？実質合じゃなく会社都合でクビにしたら何かデメリットあるの？俺バイトだけど。運転操作する仕事はやめておけ。現代に生きてる限りそれは無理だ。運動して頭に血を回すと改善されるらしい。いいじゃん別にどうせ会社負担でしょ。そんな小さい会社さっさと辞めて大手企業で働けば？大手に勤められない。とっととどっかに正社員で入って追い出されてもいいようにしとくか。つうかこんな零細でバイトしてても何のスキルも得られねえ。どっか正社員で入って資格取りまくるしかねえ。時間がない俺には。検査したら？したいけどそんな暇ねえよ。土日は病院やってないし。辛いかもしれないけど、辞表出すことも考える時なのかもしれないよ。やめたいけどやめ時がわからない。どうすりゃいいんだ？俺としてはもうちょっと続けたいんだが。別に社長が早く辞めてほしいならすぐ辞めてもいい。社長の気持ちがわからんことにはどうしようもねえわ。せっかくちょっと仕事覚えてきて色々雑用として役立ってるのに、俺が辞めたら結構しんどくなりそうだぞあの人たち。もともと人材不足なのに。役立ってる？こんなミスしといて。お前はバイトだから関係ないかもしれないけど社員はそれで迷惑被ってる。ミスは誰にでもある。同じミスを繰り返さなければいいだけだ。気合い入れろ俺。平日は片時も精神を緩めるな。結構しんどくなりそうって自分が思ってるだけでしょ。雇い主に聞いてみな。なんて聞くんだよ。向こうも俺に気を使って本当のこと言わないだろ。多分ライバル企業からの産業スパイだと思われてるよ。普通に仕事教えてもらってるしな。本当に使えないって思われてるんだったら仕事教えずに明日休めとかさ。今日は半ドンで上がっていいとか言われるはず。だよな。メガネかけたくないんだけど、ついにメガネかける日が来たか。ガチで視力悪くていろんなものへの注意がおろそかになってる気がする。気合い入れろ俺。視力悪いならメガネはかけろよ。そりゃ事故るだろ。何歳なの？若いなら今から必死に仕事してれば少しずつ改善していく見込みはある。おっさんなら厳しいかも。27くらいだな。まあ必死にやってれば改善はしていくとは思うけど、現場仕事とか意識する事項が多いし適切な仕事見つけた方がいいかもね。多分一番まともにできるのがこういう仕事だと思う。一人で黙々と農業やるのが向いてそう。わかる。でもノウハウわからん。怒ってるかもしれないってレベルならまだオッケー。発達はアイデアとかの方で勝負しろ。作業は向かない。ミスが続いててもやめ時って難しいよな。引き続き、仕事関連のスレを紹介するよ。仕事でミスをしまくった新人は終わる。マジで終わり。信用ゼロ。いない方がマシって言われた。何の仕事や？一部上場メーカー。いたらミスするし、いちいち仕事確認しなきゃいけないし、相談しないし。働き出してから一致のが、字が露呈しただけやん。新人入ってきたらすぐ抜かれるってさ。楽できるってことやぞ。ほんま身内やわ。転職活動しようかな。一致大丈夫や。今の新人の差は大したことない。一致が何につまずいとるかわかるんか？わからん。1年目、評価はぼちぼち。転職しない方がいいぞ。何年経ってもミスはするときはするんやで。1日に何回もミスしたらさすがにダメやろ。1年目なんてそんなもんや。新人に文句言う上司がガチ。出世はできんだろうが、サラリーシフトしてずぶとく生きろ。転籍や出向でクソ田舎に飛ばされても、なあしないって。出向先に田舎はない模様。オケー多分コミュニケーションやろうけど、営業ではないのか？営業やな。向いてないわ。コミュニケーションって難しいんやけど、わかると自然に身につくものなんや。Y も助けて。予算以下変動すればいいんやほんま。Y と同じ悩みでさ。そんなの納品先に注文以上にぶち込めばええやん。怒られるやんそんなん。各地円満で予算達成したいねん。各地円満とかありえへんやろ。虫が良すぎる。営業、事務、倉庫、配送へたらい回しされた Y よりマシ。それでもずぶとく生きればええよ。容量の悪いおっさんが、客先営業から外されて、東北の系列会社に転籍の上、部品工場に送られたんは冷えっと思ったけどな。まあ給料据え置きなんは羨ましいわ。営業向いとらんから貿易事務とかやりたい。一致はまだ営業やめない方がいい。営業やめたら、上に上がれんで。周りを見て何をしてるか見るんや。この仕事してるなら、次これするんかなとか。周りは違う担当企業やけど大丈夫や、周りが何してるか見るんや。そうすれば、コミュニケーションが取れるようになる。営業なんてみんな向いてない気にすんな。面接とか ES で嘘ついた？ついた？つくやろ。ああやっぱり嘘つかない方が、自分に合った職種につけるんかな。何言ってるんだこいつが、しか。それは否定せんけどまあやっぱり正確に合った仕事を任されるわけやん。これだから働いたことないクズはダメなんだな。資格とかは嘘ないで。イッチは ADHD 気味なんかね。部屋の片付けができないとか忘れ物が多いとかはないか。わしもそういうところがあるから、リマインダーとかタイマーは手放せんわ。あとスマホのスプレッドシート。そうかも。イッチが仕事をしづらい、ミスが起きるのはコミュニケーションが取れれば改善するはずや。そのためには周りに興味を持てば、自然とコミュニケーションが取れるようになる。実際、新人のミスなんて本当は担当についとる先輩のミスや、その先輩たちとはうまくやれとるか？面接なんかどんだけ嘘並べられるかが勝負やん。新卒なんて入れば問題ない。入るのが目的。面接なんて、社交辞令の使い方と無難な切り抜け方のうまさを見るとこやろ。この一致の品のなさよ。頑張りや。今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。今回は家族旅行に行った先で、家族に置いていかれてしまった一致の話を紹介するよ。終わった。誰か助けてくれ。早く。助けを求めるならまずはスペックから。何もわからん状態で助けてくれは草。わいは予言者でもなんでもないが、この一致が助からんことはわかる。どうせ大したことないんやろ。なんや？どうした？しょうもないことだろ。もったいぶんなよ。家族に置いてかれた。ニートのワイを捨てるなんて酷すぎるやろ。家族の勝利。俺たちの敗北。どうしてそうなった？さ。家族が家出したってこと？そりゃニートを追い出すには、家出が一番よな。わろた。働けていき。とうとう一致のニート歴も終わりか。家族が家出したわけやない。じゃあどう捨てられたんや？外に株ごと放り出されたんか？くさ。今どこ？ネタだろどうせ。今まで家族旅行とかは俺だけ置いていかれてたんやけど、急に今回だけ一緒に行こうって誘われたんや。それで喜んで連れてってもらったら捨てられた。くさ。わろた。家族最強やん。旅先で捨てられたってこと？段ボールで拾ってもらえるまで待ってみろよ。こんなやつ、誰も拾わないって。一致何歳？旅行先で捨てるとかよく考えたな。おっやの作戦勝ちだな。一致の負け。これはもうどうしようもないな。働くまで帰ってくるなってことか。働いても帰れる保証はないぞ。ていうかどこに捨てられたの？ホテルのバイキングも美味しくてさ。いっぱい食べろって言われたんや。脳天気に唐揚げを食べて、デザート持ってきて喜んでた昨日のワイを殴りたい。最後の晩餐か。たくさん味わって食べたんか？優しいやん。これからが戦いやな。朝のバイキングが終わった後、気づいたら俺を置いて家族が出て行った。家に帰りたいけど所持金ゼロ。本当に帰ってくるなってことなんか？もうそこに住むしかないな。ホテルで住み込みで働かせてもらえ。おっやの覚悟がすごいな。これは罪だろ。交通費くらい稼げ。日雇いでなんとかなるやろ。所持金ゼロって本当か？すまん、ゼロは嘘や。多少あるが帰れるほどやない？どこに置いてかれたの？一致の実家は？北海道旅行中やった。助けてくれメンス。北海道は草。遠回りする前に働けよ。もうすぐ冬やん。おっや鬼畜やな。一致の親の本気を見た。寒いんを。冬までに働け。9月でも結構寒いよな。そろそろ北海道はストーブの時期じゃん。遠回りしてこいってことだろ察し。最後に美味しいもの食べれてよかったじゃん。北海道の海鮮うまいよな。わいが北海道に住みたいくらい。北海道までタダで行けて羨ましいわ。マジレスするとまずはネカフェ生活かな。住み込みで働け。暖かい場所を確保しないと丸ぬぞ。これ、もし一致が丸んだら、おっやは一丸しになるんか？ならんやろ。ゴミを処分しただけやし。一致は何歳？そういえば年がないやん。37や。さ。わろた。そのまま遠丸しろ。凍ってろ。もっと若いと思ったわ。37とか。わいより年なんか。なんだおっさんか。もう積んだな。一致より旭山動物園の熊の方が頑張っとるで。わろた。さ。熊いか。で、釣りだろ？北海道の写真ウプ。これ。マジか。嘘やろ。飯うま。道民はおらんのか？わいは道民やが函館や。函館じゃ遠いな。もう凍え丸ぬしかないって。そうやな。こんなところですれ立てしてる場合か？もう生きることを諦めたんやろ。旅行中にニートを捨てていく両親すこ。警察で保護してもらえ。無理やろ。37歳が警察に行ってなんて言うんや？無理やな。誰だよ北海道に大きなゴミ捨てたの。なんだ不法投棄か。北海道の自然を汚すな。自然に帰るしかないな。さ。白熊でさえ家があるというのに、この一致は。生きろ。寒いんを。ネカフェ行く金もないんか？誰か拾ってやれって。都民やから無理。北海道まで行く金がない。北海道って自然が多そうやし自給自足できんのか？無理やろ。37で仕事なんかあるんか？襟好みしたらないわな。家がないのに就職できるの？住み込み探すしかないな。ネカフェで働け。一致の所持品は？残りのお金は？37歳でこれはきついよな。もう帰ってくるなってことか。片道切符やな。くさ。ここまで家族を追い詰めたのは一致、お前やで。かたくなに働かんかったんやろな。追い出すのが無理なら置いてくしかないのか。旅行先に置いていくのは合法やな。なるほど、この手があったのか。脱ニートおめでとう。一致はまだいる？充電とかする場所あるんか？だからねカフェにまずは行けと。連れ立てとかどうでも良いことに時間と充電を追う。ああ。この時期にきついな。そろそろ寒くなるんか？夜は冷えそうだな。さすがに北海道に行ったんやし、厚着してんじゃないの？知らんけど。一致？どうせ釣りだろ。充電切れたんか？ねカフェ行けよ。つか働け。家なしで働けるんかな？保守。その頃、凍りついた一致が。北海道とは考えたよな。合法的に処分したってことか。37歳までニートの一致が悪い。今まで家族は大変やったんやろうな。北海道に放置はひどない？ひどくないやろ。一致はどうなったんやろうな。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。ニート歴25年の Y、妹の結婚式に、来ないでと言われる。おかしくね？妹の旦那に言われたっぽい。妹は一人っ子ってことになってるからだろ。結婚式に出るには金払わないといかんのだぞ。ラッキーじゃん。新郎に結婚式来るなと言われたけど、妹の晴れ姿がどうしても見たくてと、スピーチして荒らしてこい。いっそバイト始めてバイト代ご祝儀として渡せよ。実はもう結婚式は終わっているんだけどね。妹は嫌な奴と結婚したな。心配だわ。ニート歴25年なお前の妹の歳はいくつだよ。妹じゃなくて旦那が言うのおかしいだろ。喧嘩しろ。バカだな。こういうの気にするのは妹の方だよ。代わりに旦那に言ってもらったんだよ。18年の俺より先輩がいたとは。妹は21歳です。そんなに結婚式行きたいか？ありがたくね。行かなくても1万くらいは包めよ。ニートの定義は15から34までだから最大でも20年。それ以上は無職歴だから覚えてね。いや、来ないでって言われるくらいならマシだろ。自丸してほしいくらい思われてても仕方ない。普通親戚にニートいたら、刺激しないように腫れ物のように扱うものだけど、その妹の旦那はなかなか好戦的だね。若い頃相当やんちゃしてたと見た。葬式出た時やたらみんな優しかったのはそうだったのか。その妹の旦那違法駐車してるやつに、邪魔だボケっていうタイプだな。使いの決まるんとこで教会の扉を叩いて花嫁連れて逃げるんだよ。目から汗が。妹はなんて言ってるのよ。両家の挨拶の時どうするの？犯罪者なら呼ばないけどニートぐらいで呼んでない方が相手家族に不審に思われるだろ。ニート歴25年って親が悪いだろ。そこまで放置するのは異常。子供というかおっさんは甘えて生きてる方が楽だからな。妹の旦那偉そうだな。そんな奴いるって分かったら新郎が親族一同からやり玉にあげられるだろ。兄がニート。兄が来ない。どっちが印象悪い？妹じゃなくて旦那？いくらなんでもネタだろ。ベリの舞台あったから姉の結婚式でなかったな。次は出ると言っておいた。そこで無理やり参加して、場を荒らして家族から総司官までがテンプレだぞ。座って飯食うだけだし呼べばいいのにな嫌な男や。相手も知らんし会ったこともないし結婚式があったことも知らんかったわ。身内だけで親善でひっそり式だけやるから出ろ。出ないと縁切るぞぐらいに言われて出たら披露宴付きの騙し討ちだった。そこで初めて妹の旦那に挨拶したな。相手は決して後悔しないこと。というか行きたいのか？来てくれと言われた方困るだろ。むしろ謹慎の結婚式に出ない方がおかしいだろ。歴25年は半端じゃないぞ。高校卒業からニート始めても40歳過ぎてるし、そんな奴は出るなと言われるのもわからないでもない。そんなに妹の結婚式に行きたいんか？引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。今日ニートの姉を置いて家族で家を出ていく。働かないし。働けって言ったら物投げるわ親殴るわ。もう耐えられなくなって家を出ることになった。そして私はそのニートの姉をもらう。ブスなのか？それが一番の問題だろ。どっちかというとブスに近い。じゃあいらね。よし。姉ウプだ。ウプはできないよ。鍵かかってるし。年齢はいくつですか？12歳未満なら保護しますよ。スペックはよ。姉、24歳。高卒ニート婦女子。俺、高校生。アニメは結構見る。一人になったら生きていくだろ。運が悪いともっと道を外す。引っ越すならバレない程度に様子見た方が良い。その辺なら大丈夫。都内に引っ越すし。むしろこっちが出ていくんじゃなくて姉を追い出すべきだろ。3ヶ月前くらいにやったら、私を丸好きかなんて叫び始めて呆れた。姉は知ってるの？知らない。俺の通ってる学校も知らないし。マジで自丸するからやめとけ。家出後に姉が首丸りそうだな。居場所がバレたら帰省しに来るからバレないようにしろよ。目立たないとこにしたからそれは多分、大丈夫、だと思う。もしその姉が外で犯罪を犯したらどうすんの？賠償責任は親族に波及しない。姉は親の貯金に手を出せる状態か？知らないと思うけど、前に俺のバイト代に手を出そうとした時はブチ切れたわ。そうか。絶対手を出すから、用心した方がいいよ。なくなるまで使うと思うから。その姉ちゃん欲しい。姉の言い分は聞いたのか？姉ちゃん曰く、親のせいだとか、私は悪くなんかないもんの一点張り。ネット止めたりしなかったのか？やろうとしたんだけど、刺されたら嫌だから、何万か家に置いて出ていこうって話になった。まあ1万円だけ置いてってやれ。頑張れば1ヶ月過ごせる。土下座するまで許すなよ。なんかよくわからん。その家は持ち家か？賃貸か？名義は誰なんだ？逃げ切れるのか？持ち家っていうか元はばあちゃんの家なんだけど、丸んだから住んでる。名義は多分父さんだと思う。逃げ切れる自信あり。光熱費とか請求先はどうなるんだよ。それはなんとかしてるはず。父ちゃん仕事で家にいないからよくわからない。マジレスすると更生の余地がないから、泣いてもわめいても20か30万くらいの手切れ金叩きつけて追い出せ。すれたい通り家族側が出ていくなら2から3万でいい。ネット止められたニートが、家族丸して放火とかいう事件もあったしね。一致の判断は賢明だと思う。姉は高校卒業してからずっとニート？ 2 ヶ月ぐらいバイトしてたけど、突然泣きながら家に帰ってきたことがあって、それっきり引きこもってる。なんかスープを客にぶちまけたらしくて。それで泣きながら帰ってきた。親も慰めたんだけどダメだったみたい。飲食って大変だよな。俺もうちですら転ばないように気をつけて歩いてるのに。それでもたまに転ぶ。住民票見れないようにするとかしとけよ。家売るまですればよかったのに。っていうか、母親は見捨ててんのかよ。自分が腹痛めて産んで一生懸命育てた娘を簡単に捨てんの？母ちゃんもその気だよ。何回か殴りかかろうとしたことがあったし。母親ならそこ出てあげなきゃな。親だけだよ、それができるのは。このケースは悪化するだけちゃうか。姉ちゃんメンタルもともと弱すぎだろ。そういうクズは一発言っといた方が良くない？殴られたぐらいで治るニートがいるのかな。もともとメンヘラだったの？メンヘラではないと思うぞ。こすって振られて凹んだことはあるけど。いつ出ていくの？姉には知らせてないの？今日の夜中ぐらい、リビングで桜トリック踊ってたら物投げてくるし疲れたわ。それは物投げられても仕方ない。お前は何をやってるんだよ。お前らは楽になっても、今度は近所が迷惑するんだろうな。一応話は通してるから大丈夫。レベル高いな。引っ越す先は離れた土地？近場だと見つかるかもしれんぞ。都内から結構離れてるし大丈夫。縁を切るのは正しい判断。もし気づかれたらどうするわけ？諦めるのか？引きこもってる時に話してるからバレてないと思う。逃亡するって時に姉が起きてきたらとんでもないことになりそうだな。昼間のうちに暴れさせて体力奪っとけば夜はぐっすりお休みになるんじゃね？家で実況してほしいな。てか金がないのに一人にして大丈夫なのか？仕事探すって言っても、最低限の金は置いといてやれよ。家具とかどうすんの？新しいのを買って新しい家に送ってある。家にあるやつは古いからそんなに困らない。まあ一人で生きれるよ。こういうのはどうしたらいいんだろうな。1ヶ月限定で帰ってくるとか、バイトにつけさせてから出ていくのがいいんだろうかね。七兄の家族って金出さないからな。俺も唯一の収入のばあちゃんからのお年玉を面接資金にしてるわ。意外なのが、バイトの収入が出るまでの交通費。2万はないとバイトに行けなくなるぞ。夜中って七兄との活動時間じゃないの？姉ちゃんは夜行性じゃないんだ。お金があるとこんな大胆なことできるのね。なんか話したら気が楽になったわ。これから友達とカラオケに行ってくるので、進展があったらまたすれ立てるわ。では。ガンバーに浸かるなよ。こうして再び惨劇が繰り返されるのだった。お姉ちゃんこのスレ見てそう。むしろこのスレのアドレスを置き土産に残してってほしい。当日大きな荷物を持ってすぐ後ろをついてくる姉の姿が。一致たちが無事に家を出られたのか気になるな。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。ニート姉29歳を、家から追い出す作戦が親父から発表されてしまった。睡魔る薬で眠らせて車で東京まで運び、公園に置いて帰るという奇抜な作戦だった。別動隊のおかんは、その間に引っ越しを済ませ家族で行方をくらませようとしてる。怖いからやめえや。どこの公園か教えて。拾いに行くから。体重が80キロいってるけどいい？中学校で同級生からい丸めを受けてたから声はめっちゃ小さい。同級生にうまるこ食わされて学校に行かなくなった。そのまま引きこもりへ、恥を忍んで行政にも相談したが打開策はなかった。うわぁ。えげつねえ。残りの家族も出ていくんかい。親父曰く、東京なら女を使えばいくらでも金に困らんってことで、東京の公園に場所が決まった。姉は中学から引きこもって、精神科医に相談したが、打つ手なしと言われたらしい。おかんも、心を鬼にして姉を切り離し家族を守る。と決意した。親父はこの作戦発表の時涙を流してた。が家族のために鬼になると言い放った。開示の一日外出みたいだな。それくらいが妥当だな。こんな家庭で育ったらそらニートになるわな。マジでこれ。親がこれなら子もこれだわ。精神科医に用事ができるほどに、ろくな育て方ができなかったんですね、としか。精神科で診断降りてるのに捨てるのかよ。ゴミだな。あら治療だが仕方あるまい。壮絶な過去だった。これはこれでいい。問題は親にあるのは確定的に明らか。姉を切り離して家族を守るってどういう意味なんだろ？家の中で暴れたりすんのか？はたまた家計が苦しいだけか。飯がまずかったり、一番風呂じゃなかったらものすごく怒るよ。その時だけはでかい声出してキレる。おかんの泣き声も響き渡り、妹がキレる。最後に親父が姉をビンタして落ち着く。こんな生活がここ数年続いていた。こういうドラマみたい。車から公園内まで一苦労だな。おかん曰くたっぷり脂肪ついてるから、水分補給さえ欠かさなきゃ、が丸は当分ないって言ってた。一昨年、親父の知り合いが住み込みの仕事を紹介したけど、3日間でキセルまでして逃げ帰った。おまわりさんと姉が雨の日に帰ってきて、親父が多額の金を JR に支払った。姉はそれ以後部屋から動かなくなった。前回の失敗を踏まえて、今回は俺たちも引っ越しを行うことになった。隣の県に引っ越すことになる。近所にはすでに偽住所の引っ越し先を伝えておいた。公園に寝てる女運んでたら不審者と思われて通報されるだろ。釣りオツ。親戚の兄さん2名をバイトに雇った。問題は睡丸薬がしっかり効くかどうか。さすがにかわいそう。さすがにこれは釣りだろ。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。ニート俺、姉から、過去のプロバイダー30万払えって言われた。対処ある？姉と喧嘩して今まで払っていた数年分のプロバイダー料金30万払えって言われたんだけど、ちな俺はニートだから収入ゼロな。ニート保護法違反じゃん。働く。バカじゃんって言ってやれよ。こうやって丸人事件に発展するんだな。どうにかならんかな？まあ姉は嫌いだから30万で縁を切れると思えば安いと思うから、最悪母親に出世払いで返しても良いんだけど。ママに出世払いで払ってもらおうず。それしかないというかそうなると思うわ。払わなかったら家でずっと怒鳴り合うことになるからな。ただ出世払いとはいえ、30万払わされることにムカつくねん。俺だって子供の頃は姉に怪我させられたこともあるし、そういうのを無視して、一方的に自分が払った分だけどんぶり勘定で請求されるのが腹立つねん。払えよ。嫌いなのに帰省してたの？帰省してるのは言えな。姉にじゃないぞ。数年前にパソコン買った時に、姉が契約してプロバイダー料金を払ってたけど、それから数年後に、今は電話とかとまとめて入って、家というか母親がプロバイダー料金出してるけど、喧嘩したら過去のことを持ち出して、急に払えって。借金の催促とかだと時効とかあるけど身内だから逃げることもできんしマジ困ってる。働いて返せば？家族の方がマジで困ってるよ。最初は姉が払ってたの知ってて使ってたんでしょ？なら払わないとダメだな。障害あっても A 型事業所とかあるんだから行けばいい。何の言い訳にもならんよ。9割使ったのは俺だけど、家族も使ってるし、俺だけが払わされるのが納得できないんだよな。それに上にも書いてる通り、姉には散々子供の頃に怪我させられてるのに、そういうのを無視して自分の払った分だけ請求されるのが本当にムカつく。9割使ってたんなら文句言えないだろ。めっちゃ金に困ってんじゃん。浅まし。って言ってやれ。家出ろよ。住み込み派遣とか探して。働けっていうやついるけど障害持ってるから無理。医師の診断あるの？あるよ。親を大事にして姉のことは無視しろ。うやむやになるから。それでいくかな？せめて30万じゃなく10万なら、なけなしの貯金から払えんことはないけどな。障害者年金で返せば？あと障害者でも働いてるやついるから。使ってて払う解消ないならグダグダ言うな。文句言いたいなら金叩きつけて堂々と言え。母親に借りてそうするか。ただこれで払ってもまた何か難癖つけて払わされそうな気がするんだよな。30万くらい払ってやれよ。ニートって出世するの？働かないんだろ？出世払いってなんだよ。ニートは35になったら無職にジョブチェンジできるよ。働けないとかなんとか言ってて母親に借りた金はどうなるの？返す気ないの？9割使ってたなら払うべきやろ。これは一致が悪いな。払えよそれくらい。障害のせいで働けないのは甘え。2ちゃんでスレだけできるんだし障害あっても働く先くらいあるやろ。とりあえず金返せよ。金も返してないのにつべこべ言うな。親も30万貸してくれるんか？返ってこない30万だもんな。ニートの出世払いは草。親から借りたら踏み倒すやろな。出世払い。ニートの出世はどうなるの？プロニートやろ。払わない方法はないのか？ないな。さっさと払え。今すぐ払うか、明日払うかやな。使ったなら払うべき。親に責任取らせるなよ、自分で払え。姉は悪くないな。こんなつまらんことですれ立てするな。まあこの一致にムカつく姉の気持ちはわかる。今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。